吉田さん、動画を作り始めた時っていうのは多くの方が顔出しを気にするんですけども、でも実際は10人も見てくれないという現実に気がつきます。でも顔出しを恐れたりしますよね。で、再生数が10の壁を超えなかったり100の壁を超えなかったりすることに、まあ悩んだり、なんかね、モチベーションを落としたりするわけですけども、でもね、今となっては再生数が10以下っていう動画を作ることの方が難しくなってきたような気がしますね。まあ続けていればこういう風になっていくんだろうなっていうものの一つなんですけども、やっぱりね、今から YouTube を始める方に言いたいのは、まあ何か悩むんだったらやれってことですね。悩んでますだけでもいいからネタあげたらいいと思うんですよ。まあ止まるっていうのはね、何も始まりませんからね。いってらっしゃい。